NHK 紅白歌合戦第67回 NHK 紅白歌合戦第67回 NHK 紅白歌合戦は2016年12月31日19時15分から23時45分まで放送された通算67回目の NHK 紅白歌合戦である。テーマは夢を歌おう。なお、このテーマは第70回までの共通テーマと制定。 共通テーマが制定されたのは第58回から第60回以来。セットのコンセプトは鎌倉。NHK ホール全体をステージに見立てるというコンセプトで2階席を張り出してサブステージを設営しメインステージと行き来しながらパフォーマンスが行われる以来。またゲスト審査員席は NHK ホールでの開催となった第24回。 以降一貫して一回席最前列であったが、二回でもパフォーマンスを行う都合上、今回よりメインステージの下手川通路にラウンジスタイルのものを設置する形となった。第62回を最後に取りやめになっていたバックバンドの生演奏が今回は復活。歌の臨場感を高めるため、4年ぶりに生音にこだわった。第60回以来7年ぶりに、 テロップのデザインが更新された。基本的なデザインは例年通りであるがセットのコンセプトに合わせたものになった。番組開始の冒頭でタモリとマツコがふるさと審査員で招待されたという設定で夫婦役で NHK ホールの入り口に登場し入場整理券を忘れ警備員に制止されるも強引に入場しようとするという寸劇が生中継された。 その後も放送終了まで客席に着けないままホール内をさまようという寸劇が数度挟まれた。初出場のケヤキザカ46はグループカラーの緑にエンジンの掛け声、謙虚、優しさ、絆を英字表記したヒューミーラティカインドネスボンズの文字を入れたくれないのリポン、型のタスキをかけた紅白仕様の新衣装で統率の取れたパフォーマンスを披露。 スタンバイ時には楽屋からの中継でファンを公言していたザイエローモンキーの吉井和也が自前で購入した CD を披露する一幕もあった。シーナリンゴは東京都庁前の都民広場から生中継で出演した。2012年に解散した東京事変のメンバーがバックバンドとして参加し、都庁舎に映像を投影する演出がなされた。前半ラストは生き物がかりとゆずというともに、 神奈川県の路上から出発したグループの対戦となった。ゆずが歌唱した、見上げて、ご覧ん夜の星を、僕らの歌は、a 六助が作詞した、坂本 Q の、見上げて、ご覧ん夜の星を、に、北川久人が死とメロディを加筆した楽曲。A の追悼企画として、A と信仰の深かった、黒柳哲子とゆずが対談した VTR が流された。坂本が、 過去の紅白歌合戦でこの楽曲を歌唱する映像も紹介された。後半のトップバッターであるラッドウィンプスが全々前,前世を歌唱中、新海誠監督による君の名はの特別編集映像が流された。ラジオフィッシュのテーマはネオ秀吉で中田敦彦が全身金色の特別衣装で登場。中田とピコ太郎は火花を散らす。 ライバル関係という設定で前半の中継パートで睨み合う姿を見せていたが、歌唱後に和解した。桐谷健太は有村と英雄の CM で共演しており、それにちなんだやりとりが展開された。AKB48 は夢の紅白選抜48名でのリバー歌唱後、フライングゲットが BGM として流れる中でフロントメンバーとなる上位16名を発表。 山本さやかが、指原里野を抑えて1位となり、君はメロディーをセンターで歌唱した。パフュームはダイナミック VR を駆使し、空中浮遊を錯覚させる映像に仕立てた。星野源の歌唱前に NHK ホール内をさまよった、タモリとマツコデラックスがステージ右上の音響席に現れたが、音響席に設置されていたパイプオルガンを勝手に弾いたために警備員に、 強制的に音響席から退去させられた。星野源が恋を歌唱中、t b s 系ドラマ、逃げるは恥だが役に立つで共演した、荒垣結衣もゲスト審査員席から照れながら恋ダンスを踊った。番組終了後の取材で、荒垣はカメラが目の前に来たので、そうなったらやるしかないと照れながら語ったという。坂本冬美の歌唱時に夜桜を七の作詞。 作曲者のテロップが、死、吉岡治曲玄哲也と間違って表示されるミスが発生した。40分後のザイエローモンキーの歌唱後に武田アナが、ここで一つ訂正がございます。先ほど坂本冬美さんがお歌いになった、夜桜お七の作詞者、作曲者の表示に間違いがありました。正しくは作詞、林山里さん、作曲、三木隆さんです。 お詫びして訂正いたします。と陳謝した。t o k o は1964年東京からリオまでのオリンピックにおける日本選手の活躍をまとめた映像がプロジェクションマッピングで映し出される中、歌唱した。x ジャパンが歌唱しゴジラの凍結に成功した後、サプライズとしてポール・マッカートニーからのビデオメッセージが流れ、2017年に東京ドームで 来日公演を行うことも発表された。白組鳥及び大鳥の嵐の曲紹介は有村が言った。相場は曲間涙を流す一幕もあった。恒例のエンディングでのホタルの光の大合唱では平尾正明がタクトを振ったが、平尾は翌年の7月21日に肺炎のために制居したことによりこれが最後の紅白でのタクトとなった。 ホタルの光の大合唱で番組本編が終了した後に、田森と松子が観覧できないまま、なんだかんだで楽しかったと語らいながら去るシーンが挿入された。天道よしみの歌唱後に視聴者審査の途中経過が発表され、その時点では赤組444,495票対白組374,460票で赤組がリードしていた。しかし、 ユズの歌唱後の発表では赤組922,066票対白組1435,175票で白組が大幅に逆転リードした。視聴者審査の最終結果と会場審査の結果はいずれも赤組2527,724票対白組4203,679票。 赤組870票対白組1274票であり、白組には玉がそれぞれ2個ずつ計4個が入れられた。しかしゲスト審査員10名とふるさと審査員の投票結果が圧倒的に赤組優勢によって最終的には赤組が9から6等逆転し、前回に引き続き赤組が2連勝した。赤組の2連勝は第35回。 第36回以来であり、21世紀になってからでは、初めてだった。ゲスト審査員の票数によって、最終結果がひっくり返ったのは、第55回以来12年ぶりである。ゲスト審査員の草刈正夫から優勝旗が授与された、有村も驚きを見せると同時に、びっくりしました。てっきり白組が勝つかと思いましたと漏らした。同じくゲスト審査員の春風亭翔太は、 自身を含めてゲスト審査員のほぼ全員が赤組に投票したことについて今回ゲスト審査員席が赤組側の下手席に設けられたことを挙げている。会場、視聴者病を覆しての赤組優勝や審査方法そのものに対し第55回当時同様苦情が多く寄せられた。NHK、木田幸則放送総局長は翌年1月18日に都内で行った 定例会見で審査方法が分かりづらいとの声が紛失したことを受け、現場は改善策などを話し合っていると思うと語った。今回の件を踏まえ、翌年の第68回では審査方法を事前に告知した上で、票の価値は再び全て同等に戻された。一方、ワンセグ搭載型の携帯電話やスマートフォンアプリによる投票は廃止された。なお、 第68回では視聴者投票の結果に伴い、白組が圧勝となったが、80万票以上の大差がついたため今回とは逆の批判が起きている。歌手名の太字は、初出場もしくは帰り咲き。歌唱曲、出場回数に関する美行赤組取りに石川、白組取り及び大取に、嵐が起用された。嵐は、第65回以来2年ぶり2回目の白組取り。 および初の大鳥担当であった。白組司会を兼任する嵐のメンバー、相場は第21回でのミソラばり以来46年ぶり二人目かつ男性では史上初の組司会と大鳥の兼任となる。なお多くのメディアが白組鳥及び大鳥が嵐であることを予想していた。有村は初司会かつ紅白司会としては初の平成生まれ、相場は 嵐としてこの司会経験があるが単独では、初司会であったコメントの中で、相場はこのオファーを受けた際、本当に悩んだことを明かしている。有村、相場の起用は司会発表当日に、スポーツ日本がスクープしている。また、相場司会発表の一週間ほど前に、白組司会のオファーを聞いたことを明かしている。番組終了後の取材に対し、相場は、自身の司会ぶりについて、 ポンコツでしたとも旺盛した。武田は初司会かつ音楽番組司会発担当。NHK ニュースなら NHK ニュース時代も含む平日版の現役メインキャスターが紅白の司会に起用されるのは初めて。2008年度から2015年度までは紅白の合間の NHK ニュースを担当していた。チーフプロデューサーの矢島亮は総合司会について当初は ここ4年間の担当者だった、宇堂由美子の続投案もあったが、4カ年計画のスタートの年だったため、切り替えを象徴するために、それを見送り、宇堂の先輩である武田を起用したことを明かしている。宇堂は総合司会を外れたことについて、ほっとしました、正直。あれ、大変なんですよと述べているほか、リハーサルと本番では、武田のサポートを行った。 今回から第70回まで白組司会は嵐メンバーのソロによる担当で行われた。ボールを利用した玉入れ形式により勝敗を決定する。上述の通り2016年12月21日に発表された。ふるさと審査員として招待された夫婦が入場整理券を忘れて客席に着くことができず NHK ホール内をさまようという寸劇を繰り広げた。 前半最後にスーパーボールのハーフタイム賞をイメージしたショーを行った。この回は番組テーマである夢を歌おうに合わせて3つの企画が実施された。AKB48 とその姉妹グループのメンバー300人以上の中から紅白に出場する48人を選抜する企画で投票期間は12月8日から12月28日までの20日間であり。 視聴者が公式スマートフォンアプリとデータ放送で投票して選出した。12月15日に東京ドームシティホールで開催された第6回 AKB48 紅白対抗歌合戦で中間結果が明らかにされ、選抜48名は12月29日放送のロード2紅白スペシャルにおいて発表された。総得票数は46万856票であり、 当選人数は AKB48 から17名、SKE48 から6名、NMB48 と HKT48 からそれぞれ11名、NGT48 から3名となったが、このうち中学生メンバーの矢吹なしと田中美久の二人は歌唱には参加できず、前半で天道よしみのバックダンサーとして参加していた。田中と矢吹の代わりの歌唱メンバーには、 SKE48 の北川綾友江と、相田紗理投げさの2人が繰り上がった。以下、メンバー並びに所属チームグループは放送当時、シン・ゴジラとのコラボレーション企画。会場の NHK ホールに、ゴジラが襲来したという設定で、シン・ゴジラ主演の長谷川博美らが出演する、オリジナル映像を交えながら、出場歌手がゴジラと対峙するという設定であった。 ゴジラの進路は速報の形で番組内で随時伝えられ、長谷川演じる矢口乱動はゴジラ対策チーム巨彩対メンバーの進言により NHK ホールでゴジラを足止めして紅白歌合戦の良質な歌を聴かせることでゴジラの凍結を図る渋谷紅白芸劇作戦の実施を決断し紅白の会場に協力を呼びかけた松田聖子の歌唱終了後に ゴジラが NHK ホール前に到達し、会場の外から武田アナがレポートした。良質な歌を披露するように指示があったところで、ピコ太郎が名乗り出て、合唱団と共に p p a p の第9バージョンを披露すると、ゴジラが動きを止めてしまう。しかし直後に武田アナが突然 p p a p のパロディを披露したことからゴジラが激怒し、ここで X ジャパンの吉木が、 僕たちが止めますと、宣言、くれないを演奏するとゴジラは凍結した。番組平均視聴率は、前半が35.1%、後半が40.2%で2年ぶりの40%台となった。瞬間最高視聴率は、優勝が決まったシーンの44.8%、歌手別では、嵐の43.7%だった。 ピコ太郎は前半最高となる40.5%、後半での出演時も歌手別2位の星野源と並ぶ42.9%を記録した。なお、前半ラストのピコ太郎の直後に放送されたニュースの平均視聴率が40.4%となり、紅白の視聴率を超える異例の事態となった。ありがとうございます。